こんにちは、G 棟の試験です。楊大寛選手の退団が決まりましたね。国内数球団が獲得に興味を示しているとされ、アメリカでのプレーも視野に入れて移籍先を探しているとの報道です。まあこのニュースはそんなに驚きはないですね。多くのジャイアンツファンは今シーズン終了をもって戦力外通告を受けるのかなと思っていたのではないでしょうか。むしろ来季も契約を結ぶということの方が驚きだったと思います。ジャイアンツに残っても来シーズン1軍で出場機会を得られるとはあまり思えなかったので、楊選手には良い決断をしたものだと思います。楊選手の退団で国内複数球団が興味というのはちょっと眉唾ですね。右打ちの外野手ということで言えば、先日日本ハムをノンテンダーになった太田大志選手の方が需要がありそうです。アメリカだったらマイナー契約になるのは間違いないので、なんだかんだ言って楊選手は台湾球界に復帰かなと思っています。ではその太田大志選手、かつてジャイアンツにドラフト1位で入団してトレードで日本ハムへ移籍しブレイクしたわけですが、彼がノンテンダーになって出戻りでジャイアンツに戻ってくることはあるのかということを考えてみたいと思います。東海大相模高校出身の太田選手、原監督は大先輩にあたるわけで、現在ジャイアンツは東海大学閥が強い力を持っていると言えます。太田選手が望めば入団は実現すると思います。太田選手のジャイアンツ出戻り、まあジャイアンツ的にはウェルカムだと思います。ただ太田選手にメリットがあるかといえばどうでしょうかね。楊選手の退団は確かに太田選手にはプラスの面もあります。しかしそれほど大きなプラスではありません。ここでジャイアンツの支配下の外野陣を見てみましょう。こうやって見ると右の外野手は石川選手しかいませんね。広岡選手は今シーズン内野手登録ですが外野もやりましたし、北村選手は来シーズンから外野も挑戦するということです。右バッターで言えばそのあたりもライバルになってくるのかなというところですかね。まあ太田選手の実績を考えると、太田選手が加入した場合レギュラー候補になると思うので、ウィーラー選手と外野の一角を争うということになると思います。今シーズンの成績で考えるとウィーラー選手の方が有利ですが、去年のパフォーマンスを発揮することができれば、守備範囲、肩、走力などトータルで考えれば太田選手の方が有利です。ただここにおそらく新外国人選手が加わってくるので、レギュラー確約というわけにはいきません。太田選手は日本ハムではポジションを与えられて、多少結果が出なくても使われ続けました。そのことで伸び伸びと野球ができたということで結果が出せたので、ポジションを保証されていないジャイアンツで結果が出せるかというのがポイントです。では太田選手がジャイアンツでレギュラーを取りきれなかった頃のライバルを見てみましょう。太田選手は2017年に移籍しているので、その前の2016-2015 年のジャイアンツの外野の顔ぶれです。長野選手がレギュラーの筆頭というところですね。他に亀井選手がいたり、外国人選手ではギャレット・ジョーンズ選手、アンダーソン選手、その辺が活躍していますね。あと立岡選手が3割を打ったのもこの頃でした。2015年、2016年の頃のジャイアンツの外野陣と比べて、今の外野陣はどうでしょうか。2016年は2つのポジションが埋まっており、2015年は1つしか埋まっていませんでした。控えの選手層は、2015年、2016年の方が熱い感じがしますが、レギュラークラスとなると今の方が少しレベルが高いかなという感じがしますね。もちろんブレイク前の太田選手ですから今とは比べられないんですけれども、太田選手がジャイアンツに加わったとして開幕直後に打ちまくるということであれば別なんですけれども、そうでなければ出場試合はだいたい100試合前後になるのかなという感じがします。日本ハム移籍前の太田選手は長距離打者として期待されていました。今の岡本選手のような活躍が求められていたんだと思います。しかし今の太田選手は中距離打者かなというふうに感じます。役割的にはジャイアンツにいた頃の長野選手のような成績を求められるんだと思います。個人的には
太田選手がもう一度ジャイアンツのユニフォームを着る姿を見てみたいですが、可能性としては低いかもしれませんね。ご意見などがありましたらコメント欄にお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。